そして民謡界の方でこの白浜音頭もご存知、お茶会界の方も知ってらっしゃる、そうですね、本人を新民謡協会に通われている方も知ってらっしゃるでしょう。相馬文化白浜音頭東京ほどに上がっていただければと思います。ご連絡申し上げます。音響席の方で、リラックマのケースの、iPhone の落とし物を預かりましたので、もし落とした方いらっしゃいましたら音響席の方で預かっておりますのでお願いします。こりゃ大変だよ、携帯だから。よく多分持ちながら踊ってらっしゃったと思います。